はいどうもこんにちは、ジェット大介です。じゃんこちら、ニコンさんからお借りしております、クールピクス P1000 でございます。以前ね、長編のレビュー動画やりましたけどもね、そちらの方で言い漏らしたこと、良かった点悪かった点ね、追加したいなと思って動画を作っております。えー、まずですね、 こちらに、側面にですね、パカッと開くところがありまして、こちら HDMI 端子と、それからマイクロ USB-B B 端子がございます。このマイクロ USB の方で充電ができます。マイクロ USB で充電ができる。これはね、すごくいいんじゃないかなと思うんですけどもね、反面、今やるんだったら、USB Type-C にして欲しかったなぁと。やっぱりね、いろんなデバイスを持っていると、 USB のケーブルいくつも持たなくちゃいけないというのはね、ちょっとめんどくさいんですよね。え早く USB Type-C で統一できるようになればね、ユーザーとしてはありがたいですよね。えそれからですね、非常に良かった点の、この、このリングで MF ができる。マニュアルフォーカスができる。この点がね、いいんですけど、マニュアルフォーカスどういうふうにやるかっていうと、この、 スイッチなんですよ。AF、MF、AF、MF。これをね、切り替えるわけです。当初、想定してた用途からすると、僕はね、何を想定してたかっていうと、遠くのものに AF で合わせて、さらに追い込めたらいいなと、ピビッと言って、フルタイムマニュアルフォーカスだったキュッと、キュッと。ただね、あの、実はですね、まあ、MF 対応していただいたのはすごいありがたいんですけど、AF、 オートフォーカスが非常に良くなった感じがしてて、遠くのものを撮るときにですね、MF いらないんじゃないかなって。AF だけでピピッと。あれこれでいいなっていう感じはしました。ピュッと。AF のエリアですね。この AF のエリア、すぐさま、これね、選択することができてですね、ピュッと。移動も簡単ですわ。 ねえ、ファンクションボタンで、こういう小さいエリアとかもね、これ十字キーでピピピピピピとできるわけですね、移動がね。もうここまでできてたらね、MF がどうこうっていうことよりも、<laughs> AF で合わせに行ったれという感じになってしまっております。まあだからね、当初想定してたのは本当にね、MF で追い込むっていうものだったんですけども、MF を使うのはね、マクロ撮影 ぐらいじゃないかなという気がしますね。まあ、それでも3000ミリとかになってくるとね、いろんな迷いが生じるとは思うんですけど、まあまあまあ、その辺はもう3000ミリだからね、いろんなもののコントラストとかがおかしくなってる世界でしかないので、もうしょうがないかなと。もうね、すぐさま返却しないといけないのでね、あのね、こういう、 あの、出たての商品ってね、あんまり長期間借りられないのがね、すごく残念でね、本当はね、1ヶ月とか2ヶ月とかお借りできたらね、もっと深掘りしてね、レビューとかできるわけですけども、発売したてっていうのはね、なかなかそういうことはできないんですよね。はい。まあ、とにかくこれは、唯一無二の <laughs>、唯一無二の125倍ズームということでね、 うーんもっと使い込んでみたい感じはありますよね。とにかくね、ビデオカメラとして面白いです。前も言いましたけども、ビデオカメラとしてすごく面白いです。ということで、ニコンクールピクス P1000 でございました。